パーティーちゃんの今夜は何パー、小竹寺田クイズ。イエーイ。いやー、小竹寺田クイズですわ。あーなるほど。まあね、まあ、小竹正義感と、寺田さん、寺田京樹さん、まあ、二人とも今年の 何のファイナリストでしたっけ。なんだっけなメガネ1グランプリから。あ、もちろんもちろんもちろん正解です。やったー。メガネ1グランプリのファイナリストの2人。 M1? 違うよ、 R1 だよ。あ、今メガネ1でね、M1 でね。そうそうそう、まあ、ちょっと違う。こいつ冗談嫌いですまねえなこいつ冗談嫌いだからさ慣れてますよまあ、R1 のね、決勝でもちょっと話題になったんですが、似てやしねえかと、小竹、寺田、でも、もともと言ってるよね。そのうちらさ、ほら、4人目のパーティーって言ってたよね、2人とも。うん、どっちかわかんないって言って、もともといたのよ。ああ、なるほどね。そうそう、まあ、そういうノリもありつつなので、まあ、今回はちょっとお二人呼んでるので、はい、まあ、小竹、寺田、どっちなんだっていうゲームを何個か用意したので、うん、まあ、ギャル2人にどちらが小竹、どちらが寺田だったのかシンプルに当ててもらうゲームやってもらおうかなと。はーい、まあ、でもさすがに分かるよ、ダメすぎ、ダメすぎか、うん、まあ、相当難しいと思うけどね。まあ、一応僕はあの小竹寺田マイスターっていう資格を持ってて。へぇ、ほんとにいつ取った、いつ取った。ね、7歳の時とか。あ、早いねすごいねじゃあもう間違えるわけないんだ。間違え、僕、うん、まあ、僕はそのなのでマイスターとして今回審査員をやらせてもらう。なるほど、あ、なるほど。今日もそれを正解できたらマイスターもらえる。もちろんもちろんありがとうございます。まあ、だから全問正解で僕と同じ特級小竹寺田マイスター、うん、まあ、何問正解かによってまたランクがありますので、うん、でもマックスまでいけば、うん、ネスカフェアンバサダーになれる。コーヒー？そう、なんで？そう、ネスカフェアンバサダーになるには小竹寺田クイズも全部正解しないと。じゃあネスカフェアンバサダー持ってる人はみんな分かるってこと？もちろんもちろん。そうなんだ。分かる。だってさ、すごい上品な2人じゃん。なるほどね。はい、じゃあ早速第1問からいきましょう。はい、1つ目のクイズはすりガラスからビアブレ小竹寺田高速移動クイズ。わかんないよ。え、うちなんか意外と分かりそうなんだけど。まあ、今からですね、こちらのあのすりガラス越しに、うん、まあ、小竹寺田、うん、どちらかが移動します。うん、どちらが移動したかを2人に当ててもらいたいと思います。これはね、一番シンプルなんです、うん、この問題が、うん、ここで外れるようでしたら、あなたたちも黒メガネキャラとして今後、はい、やっていかなきゃいけないの。やっていかなきゃいけない。それだけは体に入れてもらわないと。それだけは避けたいのでいや、ちょっとバカにしてますね黒メガネキャラに。嫌なので頑張りたいと思います。あれはね、モテたくてやってますので、もちろん。あ、やっぱそうですよね。可愛いって言われて、特に寺田。あ、だと思ってました。もう可愛いと言われたくて芸人やってますからだと思ってましたよ。あ、お気づきでした。はい、だって芸人があんな黒縁メガネかけるわけないんだから可愛いと言われたいがためのあれですから。ご名答でございます。これがポイント入ります。もちろんもちろん。ありがとう。マジかよさあ、それでは早速いきましょう。はい、小竹寺田すりガラス移動クイズスタート。わかんな。さあ、今のは小竹、寺田、どちらでしょう。うわ、マジ？うわ、結構わかんなかった。うわー、待って、わかんな。え？あ、でもわかった、いいよ、決めた。え、マジ？なんとなくねマジでなんとなくね。 OK、わかった。さあ、それではまず信子さんから。寺田。おお。ヨンジーさん。寺田。ダブル寺田。さあ、答え合わせいきましょう正解はこちら。マジで？嘘！マジかよ。わかんな、これ。うわー、わかんない。話になりませんマジかよ。待って、話にならない。うわー、わかった。もちろん。聞いてないから分かんない。今嘘かもしれない僕はもちろん分かります。え、次参加してそれダメだったらネスカフェアンバサダーを剥奪ね。マジかよさあ、第2問いきますよ。はい、用意、
た。正解はこちら。イエーイ、おいしい、おいしい、おっしゃ。なんこれ、え、楽しい。第3問用意スタート。それでは、信子さん。マジか。え、小竹。キョンジーさん。寺田。すがちゃんさん。寺田さんです。あー。正解は、こちら。いやー一緒じゃないかよ。なぜか、非常に恥ずかしそうな顔をしていましたね。少年のようなフルチンの少年のような顔をして、え、楽しい、それ一生やれるんだけど。次、まあ、じゃあ次同時に走ってもらいましょうか。で、同時に走ってもらって、うん、先頭と後ろどちらが寺田小竹。うわー、おお、タタ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 ってこと。はい、さあ、それでは前後寺田小竹すりガラシクイズ、用意スタート。誰で、後ろが誰でしょう。うわマジわかんないんだけど。え、わかったわかった、はい、それでは信子さん、前が寺田、後ろが小竹。キョンジーさん、前が小竹、後ろが寺田。お、わかりました。うわー、どっちですか。前が寺田、後ろが小竹。うわー、一緒。さあ、ここが一緒。それでは前、正解は前小竹、後ろ寺田。出てくるか、いきましょう。小竹寺田メガネすりガラスクイズスタート。それでは正解はこちら。
信子さんのポイントは、はい、2ポイント、はい、キョンジンさんのポイント3ポイント、イエーイ、キョンジンリード。でもさっき最後の当てたらなんかもっとすごいって言ってませんでした？そんなこと。第2の壁、小竹、寺田、どっちのメガネメガネ？メガネメガネメガネ、バカにしてんじゃん。さあ、はい、今こちらにですね、計6個のメガネがございますが、はい、計33でですね、小竹、寺田の33プライベートメガネを持ってきてもらいました。はい、どちらがどちらのものなのかを当ててもらいたいと思います。これは協力戦です。お二人で協力して、でも正解です。はい、めっちゃ簡単よこれ。本当？うん、ごめんね。あ、そんな簡単ですか。すごい。じゃあもう一人ずつにしてもらおうかな。うん、一回ノブコ後ろ向いてて。やーなー。でもめっちゃ簡単。でこれでもさ、喋ってる声とかなんか分かっちゃいそう。はあ、いかが？ないじゃん、うん、これ舞台用だと思うんだよね。で今小竹舞台用つけてから寺田のじゃないかと思っている。おお、いや分かんない。でさ、これ小竹さ、なんかさ写真送ってきた時につけてきた気がするんだよね。あのアメリカ行ってた時にこれ小竹のじゃねっていう。え、これ触っていいの？いや、二人に確認取って。あ、触っていいですか？ほんとにいいや、ほらほら。ちょっと待って、まあ実際にかけてもらうこともあ、可能ですか？交渉次第ですよ。あの、この1万円のやつかけてほしいです。どっちですか？どっちも2人。はい、かわいい。でもなんか、え、めっちゃ似合ってるから寺田っぽいんだけど。え、待って、かけてたくね、これ。セガで何でも似合うんだ。それはそうですよ。マジかよ。全てのメガネが似合わないと小竹寺田のせいをもうつけれませんから。はぁ、最悪、やめればよかった。これ驚いてるでしょ、このメガネを。あらゆるメガネを自由自在に乗りこなす、これが小竹寺田でございますから。いや、こうしかとか。おぉ、先ほどのメガネは、うん、無理だ。まずは小竹から合ってるメガネがあればつけてください。え、これなかったら終わり。さあ、続いて付け替えお願いします。お願い、サングラスと伊達目、あ、合ってろ、だ、サングラスと伊達目でございました。ということは、え、お、やった、ほらほら、これなんか舞台用とかだ、なんか2ポイント獲得。やったー。さあ、ここで全問正解するか。うちだってあれ見たもん、なんかかけてたよ、アメリカで。え、多分ね、多分。さあ、合っていましたら同時に付け替えお願いします。でもこれ小竹似合ってたんだよ。さあ、どうだ、どうなる。えぇ、ー、マジ不正解。あー、長すぎ。えぇ、ー、これ付けてただよね。付けてたよ。最終問題、小竹、寺田、オクラ叩きクイズ。イエーイ。まあ今から、はい、こちらの穴からですね、うん、小竹、寺田が出てきます。はい、どちらが出てきたのかを
早押しで当ててもらえる。あ、これ殴れるわけじゃないの。これ口頭で言うだけ。はい、もう。なんだ。何叩きたかったんですか。メガネのやつは全員叩きたい。どういう意味。さあ、それでは準備いいでしょうか。小竹、寺田の叩き、用意、スタート。いいわ、半年に1回でいいわ。ということで、はい、お互いやってな